なんかそれのなんか新しいのが始まるんだって。なんかそれに出ないかって話を言われて。両思いだったらカップル成立みたいなじゃないの？そうどういうこと？何が？タコミくんのさ、汚れたやつ持ってきて。あ、やってくれんの？うん。レサピー。うん、これも？うん、やばい、2個やられてる。あ、これ絶対今日じゃない、このシミ。嘘。うん。クリーニング出すか。いや、ほぼ目立たないぐらいだから大丈夫だけど。だって俺気づかなかったもん。ほんと手の…あ、じゃあありがとう。うん。ってか、リップないないとこに。これ復活した。ちょっと、え、復活したの？ねえ、ほんとだって。なんでそんな、どうでもいい嘘つくの？あ、あれ単品？うん。グーださ。かわいこぶり、こでした。ウィルってるかと思いきや、ずる。かわいこぶる人。顔がついていかない。ダメだよ。うまっ。すごいでしょ。めっちゃうまい。早いね、切り替え。何の音？え、歌作ってる。これで。あ、なんだっけ。うわ、思い出したい。うわ、めっちゃ思い出せそうで思い出せない。あ、じゃあ大低いとこやって思い出した時の嬉しさすごいんだよね、これ。ムチムチ大百貨店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 。すごい。ムチムチ大百貨店。ムチムチ大百貨店。ムチムチ。いつもタコミ君ってダメだもん。いや、それドゥドゥドゥ。やばいんだけど、そんな私が結構普通に打たれるの。そういえばさ、前田さんとさ、個別連絡来てさ、話してたんだけど、うん、最近、なんか若い子がさ、やってるさ、なんか恋愛リアリティショーみたいなのあるじゃない。え、恋してるとかじゃないの？あ、そう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 、うん、とか、なんかそういうのなんか新しいのが始まるんだって。すごい。なんかそれに出ないかって話を言われて。うん、え、本当に恋してみたいな感じ？なんかそんな感じみたいな。高校生じゃないけど、ってこと？うん、なんかちょっと幅広いく。それで一個なんか枠あるみたいな。ああ、なるほどね。そう、でまだ決まったわけじゃないんだけど、会うと思うからどうみたいな感じで。だって恋愛リアリティショーってあれさ、なんかまあ俺が知ってる範囲だとさ、なんか3日間ぐらいあったりして、両思いだったらカップル成立みたいなじゃないの？そう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 。どういうこと？え、何が？それ出るってこと？そう。出れないでしょ。いや、なんかどういう枠で何枠出てんの？OL 枠いるよ。うん、でもなんか人数低いから、なんかそんな。そもそもってこと？そう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 。それはその提案してきたってこと？だよね。なんかその話自体はね。おかしくなっちゃったんかな。それもなんか多分こうしてとかなんかそういうのやってる同じディレクターさんなんて、うん、全部当たってきてるらしいのよ。それに出るとやっぱり認知度上がるし、フォロワー数とかも増えるからいいんじゃないって言われて、もうその期間中は一回まあ別れたみたいな。やらせよ。もうちゃんと一回別れた方がいいかもしれない。やらしにならないためにね。それのために、うん、形として
一回朝愛いやいや、でもこれ今後のその活動を考えてる話よ。それは何、俺に許可を求めてるってこと？どうかなって意見で、だ別に私一人で決めることじゃないじゃない。どう思う？出なくていいよ。なんで？なんで別に出る必要ないし、別れたくもないし、仮にね、うん、その間だけガチでお別れしたかはまあ置いといて、やらせたとしてもいろんな人を裏切るのも嫌だし、うん、それは私も思う。そもそも別れたいとも思ってないのに理由がそれっていうのは、まあ賛成はできないなっていう。なるほどね。熱い。そもそも一番最初スタートなんか言ってるんだから。あ、第1回なの。 それの第1回なの。あ、なるほど、ね、熱くなるし注目もされるから、もうすごいチャンスではあると思うっていうふうに言われて、その後につながるのかもしれないなって思った。いやでもそれはなんか分からんけど、努力の方向性間違ってるなと思うし、短期的に見たらプラスなのかもしれないけど、長期的に見たら絶対マイナスだよ。例えばだけどさ、じゃあその認知度が減ってくわけでもないじゃん。そこで知ってくれる人知らなくなるわけじゃん。認知度だけを求めてるのじゃん。え、違うよ、総合的に見ても、うん、知ってもらうっていうのは一つのきっかけなわけじゃない。知ってもらうっていうのは一つのきっかけ、うん、その入り口を広くするというか、スタートラインに立つ人を増やすっていうのは大事なことかなって思った。でもそれを好きな人ってさ、多分左の恋愛してるのがただ好きなだけじゃん。他人と恋愛してるの好きになってくれたところで、じゃあその二人がカップルチャンネル始めたらまた別だけどさ、うん、その人が別の人とか、え、でも別にその誰かとくっつかなきゃいけないわけじゃないんだよ。まあ好きにならないかもって話。そうそう、別に絶対にくっつかなきゃいけないっていうルールはないから。ああ、本当に知名度だけ上げるためにってこと。そういうことよ。なんとなく意味は分かったわ。認知度がないと言ってもさ、まあ、16万人の人をフォローしてくれてるわけで、インスタもさ2万2000人フォロワーいるんでしょあなた、うん、でその2万2000人にはカップルチャンネルのひなり、ネムネムボーイのひなりちゃんって思われたわけじゃん。隠すわけじゃないでしょ。で、一回別れましたっていうの。そう、嘘じゃん。いやそれはちゃんと、私としてはちゃんと別れるよ。え、そう、嘘はつくのは良くないと思う。怒られるよあんな人にそんなことして。炎上がどうだこうだっていう話は別にどうでもいいんだけど、炎上する理由によるじゃん。なんでっていう疑問が残ってしまわないかなっていう、みんなの中、俺たちしか本当のことは分かんないわけじゃん。そのじゃあ本当に別れたのかとかね、例えばいろんな人でもそうだけど、別れましたっていう動画を出してしばらくしたら、あれ出ますってなって、まあ、そこまで分かる。でまたこれと戻るんでしょ、うん、なんかもうさ踊らされてる感ない？自分が視聴者だったら何だったんってなる。そういう意味ではなんかいろんな人を裏切る行為だし、本当にその一瞬だけ認知度上がるかもしれないけど、その認知度って俺別にいらないと思うから、それだったらちゃんと自分たちがやりたいことやって届けたい人に届いてくれた時の認知度の方が意味がある。じゃあファンを裏切りたくないから。ファンを裏切りたくもないし、俺も裏切られたくない。俺のその気持ちを分かってなかったのかなっていう裏切り。裏切りではないよ。じゃあ今話してて、それ急にそういうことをしたわけじゃん。でもさ、違う、俺がその話をされたら、うん、さんに絶対断る 100%。 あ、最初の話ね。そうそう、だからそれを俺に話してる時点で、いやもう最低じゃん。じゃあ私そういう気も、いや最低とかじゃないけど、まあそれがそう思わなかったのが俺は悲しいなって、そもそも。じゃあもう最低じゃん。自分を悪者にして解決しようとするなよ。まあ、あと単純に俺はそんな姿見たくないし、俺含め自分たちのチャンネルお好きでいてくれる人にとっては誰一人多分嬉しくないと。いや本当に新しい人に知ってもらうためでしかないね、うん、その気持ちはすごい大事だと思うし、俺もそういう気持ちは持っていたいけど、やり方が間違ってるなって。寂しいじゃん普通に俺は好きだから別に別れたいと全く思わないし、それだったらいっそのことちゃんと振られた方が自分の気持ちには切りがつく。別れたくないよ、それは前提で。別れたいって思ったことはないし、まあ、2人のことを考えた上での意見っていうのはなんとなくわかるけど、俺は 100% 理解してあげることができないから。じゃあやめた。はい、ということで、もしも彼女が恋愛リアリティ番組に出ると言い出したら彼氏はどんな反応をするのか出ないよ誘いもないよ怒った？あ、汗や。ごめん、真面目になっちゃった汗だどうしようと思っちゃって、おかしくなっちゃったかと思ったいや全然そんな考えはないはい、ということで今日は、はい、もしも彼女が恋愛リアリティ番組に出ると言い出したらどんな反応をするのかというモニタリングでございました。
いや、こんなね、シリアスになる予定じゃなかったのよ。もっとなんか、やめなよみたいな感じになると思ってたんだけど、全然違った。いや、でも、二人のことを考えてみたいこと言われたから、これは言わんといかんと。間違っていますって、高校生が。いや、ほんと。ほんとじゃない。いや、ほんと私がこの今日今喋ってたのは、もう全然本心じゃないからね。なんか、認知度が、みたいな、めっちゃ言ってたけど。なんか、血迷ったかと思った、マジで。なんか、悪いこと吹き込まれたかと思った。大人に左右されてるみたいな感じじゃないから。いやだから今まで左から聞いたことない感じの意見というか考え方、うん、だからマジどうしたかと思った。どうだった？いや焦ったよ。だからもう汗何汗？冷や汗もだし、喋ろうもあるし、あ止めなきゃ的な。そう今後が心配になるよ、そんなこと言われたら。やめたとしてね。そう今やめたとしても、これからどういうつもりでやっていくのかについてもさ、ずれちゃうもんね。そう真面目だなって思った。話の流れ的になんかめっちゃなんか正確性を求めてくるから、え、だってそれふわっとしたそのなんか何こっちの別に特にそんな計画もなってないふわっとしたあれをどんどん詰めていかなきゃいけなくなって、ガチガチどうにかこう整合性を保たなきゃなと思って。それはでもさ、話をする上でさ、ダメでしょ。じゃあ真面目さが出た、マジで。それはどうなの？やっぱね、そう真面目だからきっとちゃんと考えちゃったのね。ごめんなさい、上がってんのよポイントが。好感度な、うん、なんかどうやったら好感度って下がるんだろう。え、うざっ。え、今ので下がったから大丈夫。え、うざすぎる、びっくりした。さらっと言うやん。今ね、トントン、うん、トントン、今今日のそのさっきまでのズンと今でズンがあるから、まあ女にプラマイゼロ、むしろ若干マイナスかもしれん。ああ悲しいな、ちょっとエルすぎたかな、うん、母の日はアップルウォッチを買いました。いやいや、あげようとしてくるやん。多分今のでちょっと上がった、ちょっとって上がった。パンツ3日変えてないです。汚い。なんだ、結構下がるよ。嫌だもん、私嫌だもん、そんな人。はい、ということで、パンツ3日洗ってないのは最悪だよねって思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。